アラフィフ企業のコーナーですね。速稼塾の久保でございます。今回はですね、本当に何でも売れるのか、本当に何でも稼ぐことができるのかってことを検証するということなんで、ココナラというサイトをね、ココナラというサイトですね、こちらの方をミスター M さんが見てくださいました。結構面白いでしょ、このサイト。私も使ってるんですよ、こっそりね、こっそり使ってます。どんな内容なのかっていうのは、速稼塾で、こうやってご質問いただいて、私動画で答えてますよね。これと同じことをしてます。速稼塾に参加すると無料なんですけども、でもココナラを通じて相談いただくとですね、ちょっと金額かかるんですよ。高いです。多分速稼塾の頭金より高いんで、ほとんどの速稼塾塾生さんはココナラで問題解決しようなんて思わないんじゃないかなと思いますよね。ここで言いたいことは2つです。1つはですね、じゃあ私がどんなことをやってるのかってことなんですけども、いくつかやってるんですけども、ちょっとお答えしましょう。1個だけね、1個だけお伝えします。私はですね、出会い系サイトの達人なんですよ。出会い系サイトで相手の女性ですね、プロフィール、こんなね、こんな女性と出会いたいんだっていう男性の悩みを聞いて、その女性を見つけて、その女性とその男性を出会わすことができるんですよ。でそこまでのやり取りを私がずっとするんですよね。プロフィールも私が作ります。出会えるんですよ、ね、このサービス受けると思いませんか。ただ出会った結果、まるで違う人が来ちゃいけないので、さすがにですね、私はご依頼いただいた男性にですね、プロフィール、それからファッション、言葉遣い、いろいろとレクチャーさせていただきます。そして出会った時に、やっと出会いましたって女性に必ず言わせるようなマッチングをさせますね。でそれまでのコミュニケーションもかなり密にありますので、出会う可能性は非常に高いですね。もし出会いが途中で NG になったら、次の人を探して必ず出会わせます。例えば21歳の女性、看護系で、趣味は甘いもの作り、こんな人に出会いたいんです、関西系がいいかなって言ったら、そういう人を探して出会わせることができます。やり取りはずっと私がしますんでね。でやり取りの履歴を男性の依頼者の方にお渡ししてってことをやりますね。でこういう商品をココナラで出しています。ここまでにしてください、私が言うことは。でもう一つなんですけども、これね、ココナラでこういうプロフィール見て、あ、こんなもん本当に売れるんだなみたいな思うわけじゃないですか。じゃあ同じタイトルで同じ内容で出稿してみてくださいってことなんですよ。出してみてくださいと。まずね、稼ぎたいんだったら出してみて、それで依頼が来たら、自分がもしねこなせるんだったら、もうねお金いただいてその問題解決をしてあげればいいと思いますし、問題解決できなかったら、問題解決できそうな人に相談して、その答えを回答してみてくださいっていうことなんですよ。もう稼げるでしょ。だからこういうふうにココナラで、あ、こんなもんも商品になるんだって感銘を受けた、発見したのに、これを行動にしないんですよね、多くの方は。勉強になるのは終わりなんですよ。インプットではお金が稼げないんですよ。アウトプットでお金が稼げるんですよ。このアウトプットがまあ足りないんですよね。で人がうまくいってることだったら、まあやってみようってことなんですよ。私の場合は YouTube をいっぱいやってますんで、あ、この YouTube 面白かったなと思ったら同じ内容をやりますからね。だからアクセスが取れていけるわけなんですよ。そしてアクセスが取れるやつをしつこくしつこくいきます。例えば最近でしたら、森友事件っていうタイトルでね、しつこくしつこくやってますよね。ここではコメントがブワッと並ぶんですよ。で私の関連動画で別の動画見ていただいて、そこから私の速稼塾に入っていただくというコースもできます。それはなぜかというと、森友事件に対してものすごくね鋭い指摘をしてるんで、私のことを信用していただくんですよ。信用していただいて、この人はビジネスのセンスのあるに違いないっていうふうに考えていただいて、私のところにメッセージをくださるんですよね。だから集客経路ね、ちゃんと作ってるわけなんですよ。私が何気ない一言とか意味のない動画に見えても、それは全てね、人の心にフックするような仕掛けが必ず仕込んであるんですよね。ということでココナラというサイトも、やっぱりね、見た人に対して、あ、これだったら買ってもいいかなと思えるような内容と値段がちゃんと作られてるってことなんで、これね、やっぱりね、ココナラっていうところに限らず、何かね、商品にタイトルがあって、内容が分かって、価格が分かると、この3点が揃っていれば、すぐに真似するべきだと思います。ね、本当に稼ぎがどん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 進みますよ。まあ、特にね、何年かやらないとうまくいかないってものじゃないんでね、これは。ココナラに書いてあるものって、本当に瞬間的に、見た人が読んで申し込むっていうね、衝動的なものなんですよ。それに引き換えて、やっぱりね、例えばブログのアフィリエイトってずっとやらないと売上が1000円2000円って入ってこないんですよね。これはね、結構くたびれると思います。でもまあ基本的にはそういうふうなブログとかね、YouTube とか数年後に結果が出るものをやるべきなんですよね、資産構築ですから。でもやっぱり瞬間的な売上も欲しいじゃないですか。今日明日に入金があるものって欲しいじゃないですか。そういう時にこういうふうなね、ココナラみたいなな、瞬間的に売り上げ上がるのを使うのは、私はいい方法だと思います。それが今回の動画の回答になります。参考になれば幸いです。では、次の動画も楽しみにしてます。